チュアとしてかもしれないという意味を持つともすれば、この番組はタイトルの通り、開けてみるまでどうなるかわからない成り行きに身を任せたフリーダムなトーク番組です。一問一答ベスト10。はい、ということでこのコーナーでは毎回私がゲストさんに聞きたいことを一問一答形式で10問聞いていきます、うん、まずはこうサクサクサクっと答えていただいて、はい、後ほど、まあ、サクサクサクって言っても全然兆候 OK です。あ、優しい、わかりましたそんなも知らないんですよ、何聞かれるのか。そうです、ドキドキ緊張。それでは早速聞いていきたいと思います、はい、では第1問目、うん、声優を目指したきっかけは？あ、テレビアニメシャーマンキングで、林原めぐみさんが、うん、声優と歌とどっちもその作品でやられていて、それでどっちもできる人ってこの世にいるんだと思って、私もなりたいなと思って目指すようになりました。なるほど、うん、あ、ちょっと詳しく後で聞きたい、はい、では第2問目、自分の性格を一言で表すと？メーラ気になりすぎる気になりすぎるよ、絶対聞こう、では3問目、はい、休みの日は何をしてますか？ゲームか犬の散歩ですね、うん、いや最高、自分の時間最高、うん、それでは4問目、最近あった嬉しかったことって？最近あった嬉しかったこと、みんなに可愛いって言われた最高ですね、それは嬉しい、それはとても嬉しい、嬉しいでは第5問目、覚えている一番古い記憶ってどんな記憶ですか？一番古い記憶か、なんだろう、幼稚園の時かな、その時好きだなって思ってた男の子が帰りの帰り、いつまで経っても座らないなってずっと走ってるなっていうのは今パッと思い出しました。すごい無邪気な子が好きだったんです ね、うん、ねなんかでも他の子と両思いだったんですよ、その子はああ切ない、はやばや切ない恋を経験している、では第6問目、うん、学生時代はどんな子でしたか？どんな子です？陰キャです陰キャ、陰キャ、陰キャか、といろいろ聞こう、うん、では7問目、今行ってみたい場所ってありますか？今行ってみたい場所は、どこかな、行きたい場所、うん、で国内でも国外でも、あ、でも海外はずっと行ってみたいくて、うん、もう東京ディズニーワールドワールド、あ、アメリカの、そう、カリフォルニアの、あ、行きたい、あ、死ぬまでに、わ、いいですね、うん、確かに1回ぐらい行ってみたい、1回ぐらい行ってみたい。では8問目、うん、お仕事で今後やってみたいことってありますか？やってみたいことか、何でもいろいろやってきてるとは思うんですけど、ね、結構ありがたいことにいろいろやらせていただいてるんですけど、何でもやりたいな。お、何やりたい、何やりたいですかマネージャーさん何やりたい、マネージャーさんに聞いたらなんか実現性高そうですね。まあ、そのね、もちろん大きいところでライブはめちゃくちゃやりたいんですけど、やったことないとか今まで挑戦したことないで言うと、モデル？モデル？モデル。私、はい、ゴスロリ似合うんですよ。おー、いいじゃないですか。前ちょっと撮影でやったことあって、はあ、あ、似合いそうでも確かに。そう、なんでこの仕事してないのかなって思うぐらい褒められたんで、なんかそういうね、なんか撮影、なんかフォトブックみたいな、ビジュアルブックみたいなやつとか出したことまだそうないんで、出してみたいかな。いいですね、うん、確かになんかちょっとダークな雰囲気似合いそうな。そう、目元めっちゃ暗いんでいけると思うんですよ、闇落ち系のやつ。いや、もういいですね、いや、これは見たいですぜひとも、では次に9問目です、うん、今度は人生レベルで、人生においてやってみたいことってありますか？人生においてやこれはやっておきたいみたいな。娘の友達が泊まりに来てて、うん、恋バナしてるとこにえ、ママも入っていいってやってやりたいお茶持ってきて、え、何みたいなやつはやってみたい。もうママいい邪魔だよって言われたいえ、でも聞いてくださいよお母さんみたいなやつ聞いても聞いてやってみたい。それかスナックもやりたい。スナックもカラオケスナックとか私できそうな気がするいろいろ出てきますね、うん、楽しそう、いいですね。でもこれラストの質問です、
第10問、人生最大の推しは？推し？はい、人生最大の推し？坂本真綾さん。わあ、なるほど。ですね。そう、大好きでずっとファンクラブにも入っていて、そう、素敵、もう神様という感じですね。あ、なるほど、はい、ありがとうございます。本当に10問いきまして、はい、いや、いろいろ聞きたいこと山積みなんですが、うん、まあ、まず目指したきっかけが、まあ、シャーマンキング。そうなんですよ、林原めぐみさん。もともと歌も好き で、アニメも好きで、うちも好きでやってて、でこうふとした時に、あの歌もキャラもどっちもやってるっていうのに気づいて、あの小学校のパソコン教室で調べて、はい、林原めぐみって何検索して声優って出てきたから、みたいな。自分がこういう役やって、うん、主題歌をそのキャラソンっていうよりも自分のアーティストとしての活動でみたいな。あ、でもアニメも好きだったんで、うん、キャラソンもめちゃくちゃ好きで、もう歌も全部歌いたかったです。キャラソンも歌いたいし主題歌も歌いたいしってなると、なるほど、声優さんはできる、それができるから、かっこいいなと思って。そして2問目、うん、自分の性格を一言で表すと、メヘラ。メヘラだ、みんなさん、ファンの方、ご存知だと。やっぱりそうなんですね。確かに、あの、駒形さんのホームページを見ようと思って、うん、駒形ゆりって検索しようとしたら、うん、あの、関連ワードっていうか、あの、検索の予測に、メヘラって出てきて。そんなことになってるんですね。そんなことになってんだ。あれ、でもそんなイメージ、私まだ持ってないなと思って。あ、そうなんだ。なんか前まで駒形より身長とか、駒形より可愛いとか、だったのに、メヘラ来ちゃった。あの、愛がすごい重くて。ああ、なるほど。なんか、なんて言ったらいいんですかね。それゆえ友達もあんまりできないんですけど、その独占欲みたいなのが強くて、ファンの人にも、いや、私が一番だよね、みたいな。感じのことしちゃうんですよね。なるほど。 DD は認めないスタイル。え、なんかまあいいけどいいけどみたいな。あ、一番じゃないんだ。あ、そう、へえ、みたいな。いいですね。あと個人情報を握るのが好きで、グッズで履歴書出したりとか、怖い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 、送ってもらったりとか。あ、ファンの方の。あ、そうです、そうです。すごいんですよ、皆さん結構いろんな仕事されてて、ちゃんと皆さん書いて送ってくださるんですね。現住所からの写真まで全部貼って、母校とか全部わかる。すごい。そうなんです。なかなかないですね、うん、お渡し会とかで、はあ、なんか自分語りすんなみたいな風潮とかちょっとあったりするじゃないですか。確かに。逆に私はなんか今こういうこと頑張ってて、うん、とか、 なんかその人の話を聞くのがすごいもともと好きで、なんかそれがちょっともうなんか広がりまくって履歴書まで。なるほど、はい、行きました。突き抜けていった先に、突き抜けていった先に履歴書がありました。すごい、初めて聞きました、うん、グッズ履歴書は。めっちゃいいですよ、いいですね。すす、確かにどんな人なんだろうって気になることはありますね。悪いことできないで履歴書こっちにあると。確かに、何かあったら全部分かってるぞっていう。そう、分かってるぞ、行くぞって。行くぞ、はい、うわ、いいですね、なるほど、うん、それが、まあ、総称してメンヘラということに。そうそう、ね、なるほど、はい、いい意味の、いい意味ですね、とってもいい意味でした。よかった。そしてでも、まあ、まあ、つながるのかな、学生時代は割とインな感じ。そうですね、クラスカーストずっと中の下。ずっと上位、クラスカースト上位に行きたいな、行きたいなって思って頑張って空回って、結局行けずに今頑張って陽キャになろうとしてる陰キャ。あ、なるほど。 ですかね。でもその時学生時代、そのシャーマンキングとかは多分もうちょっと前になるじゃないですか、うん、そうです、小学校ぐらいの時での時代とかは、なんかこれハマってたとかは。ボボ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 ボ。うわー、最高ですね。めっちゃいいですよね。いいですね、元気出るアニメ。そう、大好きなんですよ。めっちゃ好きだったな。なるほど。でも結構少年漫画系ですね、そうですね、そうなると。本当にそれこそナルトとか、その時もめちゃくちゃ大人気で、もう流行ったやつも見たりしてましたね。わ、え、うん、でもじゃあちょっと先の質問になっちゃいますけど、うん、まあ、人生最大の推しである坂本真綾さんとはどのタイミングで。坂本真綾さんを、坂本真綾さんってこの人なんだって認識したのが、翼クロニクルのタイミングで、そこで、あの、初めて CD が、CD を買って、そこからもうハマっちゃって、風待ちジェット、風待ちジェット大好きでした。最高ですよね。初めてうちに来た CD が風待ちジェットでした。そうなんですね。そうなんですよ。そこから、その時まだ、あの、お金がね全然なかったん で、うん、ね、あの、ブックオフとかに行って、棚にある CD 全部、うわ、過去の分を、過去の分全部買って聞いてとか。確かに、もうそこの前段階でも活動長
いいですよね、とってもね、とっても子役からやられているので、うん、で高校ぐらいからファンクラブ入って初めてライブに行ってっていう感じで、そうなんですね、未だに大好きで、そういう感じで、でもお仕事とかでお会いする機会とか、あのお仕事ではないんですけど、そのライブを見に行かせていただいた時にご挨拶させていただいたりとかして、もうね、呼吸できない、いやそうですよね、いやどうしようってなりますよね、そうなんですよ、とんでもとすごい優しく話しかけていただいて、最高最高、生きててよかった生きててよかった、マジで、いいですね、うん、いやすごい、なんかでも人生の夢叶えてる特攻タフって感じそうなると、いや友谷さん、友谷さんも、いやいやいや、父と母やりましょう、それがしよう、やりましょう、全部私なんか永遠にあの基地みたいなところに飛ばされ続けるんじゃないかっていう、なんかチャンネル登録よろしくねー。